三道四タスクは、道教経典の分類規定。道像内の七分類のこと。三道は、天上の三世に対応するものとされている。南北朝時代、南朝宋の陸修正は明帝から尊ばれ、三は首都圏康の北に高市巨館を建てて陸修正を済ませた。そこで陸修正は、様々な経典を収集した。さらに、 仏教徒による教録の作成に影響されて、道教経典の目録である三道継承目録を作り、三に献上した。これが現在知られる最初の三道による分類である。三道の内道勘兵は三公文を中心とする鬼神を呼び出す経典である。ほら玄武は霊法行を中心とする。ほら学部は神木四つね、許し親子が、 かやまで霊媒のようただしを媒介として収集した新鮮な言葉を集めた、京天群が原型となるを中心とする。その後、南朝宋の末頃には三道に加えて四タスクが設けられた。四助は分類としては三道に遅れるが、京天そのものの成立時期は三道より古い。うち、大元部は老子関係、太平部は太平業、大西部は金丹術関係。 正一部は、天使道関係の経典を含む、ありがとうございます。